御の君、ぎはべりにけん方は、ともかくも思うたまえわ,わきがたくはべり、年まかりいりはべりて、公にも都合まつこう祭りはべる間、世の中のことを見たまえまか,り歩くほどにまかり歩くほどには、大小のことにつけてもうちうちのさるべき物語のついでにも、 いにしえのうれわしきことありてなんなど、うちかすめ申されるおりははべらずなん。各公の御後ろみをつこうまつりさして、静かなる思いをかなえんとて、ひとえに小栗石のちは、何事をも知らぬようにて、古陰のご遺言のごともえつこうまつらず。 おんくらいにおわしますし世にも弱いのほども身の器も及ばず賢き神の人々多くてその志を遂げてごろうぜられることもなかりき今各祭りごとを去りて静かにおわします頃追い心の内をも隔てなく参り受けたまわらまほしきをさすがに何となく所せき身の装いにて おのずから月日を過ごさんことと何折々嘆き申したもなどそうしたもでその陰の言葉に対して、えー、夕霧の君はあのもう打ち過ぎてしまいました方面のことは過去の こことととに類すする問題は、というふうなことで言辞、ね、が砂嵐へ流されて不遇な状態にあった頃のそのことはということですが具体的にはあの、もう過ぎてしまいましたその方面のことは私にはとにもかくにも 思うたまえわきわきがたくはべり考え判断することがあで,きのできないことでございます父の光源氏が、えー、あんなふうに、えー、不遇な状態でおりましたその過ぎ去った過去のことは もう私にはまだ年が行っておりませんでしたから判断しがたいことでございます。やがて年まかり入りはべりてだんだんと私も成長いたしまして年を重ねまして公にも月光まりはべる間宮廷にもお仕え申し上げるようになりましてから。 世の中のことを見たまえまかり歩くほどに広くこの世の中のことをこの目で見ましてまた広くう世をあちこち歩いて体験するようになりまして大小のことにつけても大小何かの 事柄についても内々の去るべき物語などのついでにも内輪の光るべき打ち明け話なんかに関しましても古の羨しいこと ありてなん、などうちかすめ申される折ははべらずなんそういううちうちの心を許したしかるべき物語なんかのついでにおいても以前に昔にうれわしいことがあって 高校などというふうなことは打ちかすめ申される折ほのめかして口に出されるようなそんな折もございませんつまり恨み事を光源氏がか何かの折につけて思い出して言い出すというふうなことは、うん、ふっつりとございません ここから先がさらにこう源氏の言葉をそのまま引用して自分の会話の中に切り込んでいってるわけですね各公の御後ろ身をつくお祭りさしてこんなふうに宮廷の公的な御貢献役を お使い申すべきであるのに祭りさしてとていうのはその途中で貢献役をお勤めしているその途中で静かなる思いをかなえんとて静かなる思いというのは 政界から引退して出家の世界に入ろうというふうなそういう気持ちですね静かなる思いっていうのはそういう出家の願いそれを叶えようとしてひたすらにこもっていたその後は何事につけてもそしらのようにてそしらのようなふりで 亡くなられました、あの切妻の帝のご遺言のこともよう実現することにこの努めることが できませずにお,んくらいにおわしまし世にはこれは朱作院が味方、えー、として在位していられたその時期にということです。うん、須院が、えー くららいいいにおにお付きなっていらってししゃいました。その世においては年齢のほどもそれから身の器のありようもまだとても及びませんで賢き神の人々多くて非常にしっかりとなさった目上の方々が 多くいいらっしゃいましゃまて例えば国伝の女王とかあるいはあ右大臣とか、えー、右大臣っていうのはあの右大臣家の棟梁ですねそういう方々が目上にいくらもいらっしゃいましてその志を遂げてご老でぜられることもなかりき。 委員に対しての朱雀院に対しての私の志のほどを実現してご覧に入れることもございませんでした光源氏としてはとてもそんなことは及びもつきませんでした今こんなふうに 院が祭りごとをお去りになって静かにいらっしゃいますその頃追いになって心の内をも隔てなく胸の内で思っておりますことも何の分け隔てもなく参り受けたまわらまほしきを参上して申し上げたく思いますものを。 さすがに何となく所狭身の装いにてそうは申しますもののいざ出かけるということになると窮屈なこの身の装いにて装いっていうのはこの場合はう形式が 形式でございましてとというようなことですね。参上して、直接承ろうと思いますがしかしそうは申しますものの出かけるということになりますともう昔のような境遇ではなくって窮屈な私を取り回ます。 巡らしていいる形式がございますために、現氏も,も今はもう頂上を極めているわけですからそう簡単には動けないということですねおのずから月日を過ごすことなんとなく日を過ごしていってしまうことそれが残念だというふうに折々嘆き申していらっしゃいます。 などと中将は陰に申し上げる申し上げなさる。